エイペックスツインよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。キックオフです。ドリブルで上がる、スーパーセーブ。キラーパスになるのか。ここで折り返す。スローインです。ドリブル。これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。華麗なドリブル、走り込んできた。ワンツー、出た。抜かれた。中へ上げる。折り返した。ジャンプ。大きくクリアしました。ここで笛です。前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、非常に見どころの多い試合でしたね。この調子で頑張ってほしいです。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。ここからどう攻める。ファーサイドに上げた。後半10分が経過しました。これは危険だ。スローイン。
飛び出しが早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。これはちょっと危険なプレーでした。これはイエローカードを取られました。この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。ゴール回しに嫌われた。なかなかゴールを割れません。先制点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。試合時間は75分が過ぎました。選手交代が行われるのでしょうか。ドリブル、中に絞ってきた。センタリング、ハイボールを競り合う。守りきった。ボールを外に出します。交代した選手がサポーターの声援を受けています。ファーサイド、頭で。試合終了です。1点を死守しました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。